そのマりは、日本の歌手、女優、未婚、神奈川県横浜市出身。1954年10歳で、安西愛子に支持し、コーラスグループ、杉の子子供会を経て、キング児童が唱団へ入団。1956年、本名の園部マリコ名義で、キングレコードから、つゆの玉ころりで、同様歌手としてデビュー。同時に、岸子有馬子とに、 ミシンの広告モデルとしても活動。もともとはクラシックの歌手を目指していたが、1960年11月、ネット、あなたをスターに、で優勝。1961年4月、渡辺プロダクションに入社。1962年5月、カジヤのルンバでレコードデビュー。7月フジテレビ、レッツゴー三人娘で、中尾美恵、伊藤ゆかりと、 スパーク三人娘を結成。シャボン玉ホリデーなどに出演。洋楽の日本語カバー、マッシュポテトタイム、太陽は、一人ぼっち、女王鉢、花は、どこへ行ったがヒット。1964年、何も言わないで、が NHK 今日の歌で放送され、歌謡曲の初ヒットとなる。その後、会いたくて会いたくて、夢は夜開く、何人でもないわ。 愛は惜しみなく等のヒットも記録し、そのマリブシと呼ばれる歌唱法でヒット。また、夢は夜開くは、富士稽古歌唱によるバージョンも存在する。これら3作は同名タイトルで日活で映画化された。NHK 紅白歌合戦には1963年から1968年まで6回連続出場。1966年から1967年。 マルベル堂のブロマイド売り上げ女性歌手第1位。その後、ディナーショーや女優としてのドラマ出演などで活動。1990年代に一時、芸能界を退いていたが、芸能活動を再開。2006年に25年ぶりのシングル、二人はパートナーを発売。会いたくて会いたくては2007年、映画、歌謡曲だよ、人生は、の第9話の歌に起用された。 2009年3月4日、放送、テレビ朝日、鉄子の部屋で、初期の乳がんだったことを告白。2007年に発見したが、翌2008年1月に手術して克服し、早期発見の大切さを訴えた。2010年4月、アクティブシニア2010円マリフレアイコンサートイン、名古屋ドーム、6月、大人の文化祭2010円マリフレアイコンサートイン、 長野 MWAVE などのシニア向けコンサートに出演。2011年もう一度会いたくて発売。現在はコンサート、人生体験を交えた語りで綴るライブ、三人娘コンサートなど様々な音楽活動の傍らで、老人ホームなどでのボランティア活動にも取り組んでいる。近年では2019年8月5日放送の『徹子の部屋』へ、 スパーク三人娘の伊藤ゆかりと二人で共演した。ただ数代61回日本レコード、大正功労賞中村新海、著、永遠の東方映画俳優エンマリーインタビュー熊谷、処方、2014年。ありがとうございます。